マロロス氏における発足式での革命軍の更新。フィリピン革命軍の旗。フィリピンの国旗に近い図案となっている。フィリピン革命軍は1897年3月22日にカビテで創設された。アルテミオ・リカルテ将軍がテヘロス会議で提案した。エミリオ・アギナルドラ革命中央政府はカティプナンをフィリピン革命軍に置き換えた。 点検中のフィリピン正規軍フィリピン革命軍は1896年のスペイン正規軍内のオルデナンサ、デルエヘル氏とを母体としたもので、規律、戦術、指揮系統などを再編し、またアントニオルナの兄のフアンルナがラヤディロをデザインした。フアンはまた不評体、騎兵隊、砲兵隊、石膏、衛生兵の各気象の衣装も担当した。 フィリピン革命軍の発展段階は、初期カティプナン、後期カティプナン、フィリピン革命軍の3段階に分けることができる。主要兵器は、スペインモーゼル M93 と、レミントンスペインライフルであった。他には、ランタカ銃、クルップ砲、オルドネス砲、ホッチキス砲、ノルデンフェルト式機銃、マキシム機関銃、コルト・ブローニング M1890、5機関銃などがあり。 その他竹や角材で補強した水パイプで作られた即席の武器もあった。1899年2月の米非戦争でフィリピン革命軍は全部門がダメージを受けた。アントニオルナは1899年4月にアギナルドの首席顧問だったアポリナリをマビニににゲリラ戦に急いで転換させるべきだと進言したがアギナルド大元水がゲリラ戦に転換したのは 半年後の11月であった。マヌエル・チニオ、ベニート・ナキビなど、ホセ・アレ・ハンドリのアントニオルナ。ありがとうございます。